皆さんこんにちは。今日は今ね、新東名を東京方面に向かってます。で、まあ梅雨入りしたということでですね、こちら今新東名走ってるんですけど、この見ての通りですね、霧がすごいです。で、結構ね、この新東名、まあ静岡付近からまあ御殿場ジャンクション、あと御殿場インター付近にかけては結構な割合で、まあ、この梅雨時期っていうのは特にこのね、こういった感じで霧になるんですけども、ね、本当にね、先が見えない、思った以上に見えないです。だからこういう時にバックフォグとかね、あるといいのかなっていうふうに思いますね。ちょっとこうね、吸い込まれていくような、やっぱね、トンネルとかちょっとこう晴れるんですね、霧がね。やっぱりこう普通の道路こうやってね、ほらなってくるとだんだん見えない。だから今新東名は左側、この三車線化でところどころこういったフェンスがね、結構こう間近まで来てて非常にね危ない。油断してね、居眠りとかでふらついてると本当ぶつけかねないですし、実際結構ね、この出っ張りというか、そのフェンスが始まったところなんかはぶつかってたりしますしね、そういうなんか跡が残ってたりするんで、まあ慎重にね、運転をしていかないといけないと思うんですけど、まあ例えば今こうやってね、トラック抜かしてきましたけど、もうすぐに見えなくなりますよ、すぐに。まあこれぐらいは平気か、まだちょっとね、雨が降ってくれば大丈夫なんですよね。結構すぐ見えなくなります。まあこんな感じでね、どんどんトラック先行きますけど、ね、だんだんこう薄れていく感じですね。まあでもさっきよりマシかな、まだ見えますもんね。もうあれぐらい何も見えませんでしたかね、さっき。ほらね、もう全然わかんないでしょ。あれもうテールつけてるんだけど、当然ね、もう分かりにくくなってます。やっぱこういう時に本当バックフォグはね、必要になりますよね。普段ね、なんかよくわかんない道でつけてる方いますけど、あなた眩しいですよってこう言いたくなるようなシチュエーションはあるんですけど、実際こういう時にね、バックフォグは役に立ちますし、先ほどもクラウンがね、バックフォグのオプションをつけたクラウンがいて、こうちょうどバンパーに2つこう埋め込まれてるタイプのバックフォグで、それでシャーっていきましたけど、ほんとね、わーって、もうほんと、まあ、ちょうど並走みたいになってて、隣乗用車で、でそっちの車がね、もう全然視界に入らなくなってたんですけど、もう霧で、でもバックフォグついてる方はね、やっぱりこう結構遠く行ってまでこうね、ちゃんとこう照らしてくれてましたね。やっぱりね、ああいう時にバックフォグが必要なのかなと思いますね。これ今ね、霧ちょっときつくなってきましたね。ほらね、見えないでしょ、前。まあ今80で走ってますけど、もうちょっと落としてもいいぐらいですよ。この乗用車なんか特にこのね、照射体っていうか、この光ってる部分が少ないから、より早くこうね、消えていきますよ、さーっと。やっぱりね、日本車ってこうあんまり寒冷仕様とかじゃないとバックフォグってつけないですからね。まあでも結構な霧だと思いますよ、このね。やっぱ御殿場ダメですよ、ほらね、早いな、もう。ほらね、この緑看板見えるのもいきなりギリギリですからね。結構ほんとね、もう前方何があっても不思議ではないぐらいね、もう近づかないとこう青缶もね、わからないぐらいなんで、ここからこの先、まあ、御殿場ジャンクションでね、東名と合流するんで、ちょっとね、慎重に運転していければなと思います。こっちからね、追い抜いてくる車もいるんで、まあね、気をつけながら行きたいなと思うんですけど、でもね、これ何も見えないにしても見えないですよね。これいつもだったらこうカーブになってるの見えるんですけどね、何も見えません、はっきり言って。こういう時に、まあどういう風にね、運転してったらいいかっていう、もうほんとガイドを頼りですよね。でもう前方遠くをなるべく見るように、もうこういう時、今これ前照灯つけてますけど、もうハイビームにしようか、これ今ハイビームにしてますけど、何も変わらないっていう、まあそんなのですね。これ切ればいけるのかな、これ。やっぱハイビームにしても何も変わんないですもんね、もうね。まあ、そんな感じですけど、まあ、ちょっとね、気をつけながら行きたいと思います。まあでもやっぱりこうね、センサーはね、感知してるんですね、ちゃんとね、これね。ちょっとここからね、気をつけて行きたいんですけど、やべ、前いた、ほらね、車ちゃんとレーダー捉えてましたよ、これ。車のレーダーはちょっとね、スピード落ちてきたなと思ったら、前車いますからね。見えないっていう、
ああいうのがいきなり急ブレーキ、ほら今ねピタッてこうブレーキ踏みましたよね。見えないんですよ、とにかく。だからこういう時やっぱね、人間の目よりもこう安全装置レーダーなんでいいですよね、反応してくれるから。もうね、レーダー頼りですよ。ほら前いますよ車ちょっとね、やっぱあの前の車もその前がいないから怖いんでしょうね。でここで合流になるので、さっさと右に行っときましょう、ね、こんな感じですよ。やっぱりダメだね、5点パダメだね、これ5点パダメ。さっさと入っていきます。まあでもちょっと晴れたか、ちょっとこう見えるようになりましたね、っていうね。まあちょっと怖いっていう。どうですか、まあ前がね慎重で、慎重な運転してくださってるんでいいですけどね。御殿場ってそう結構、まあ今ね明るいからまだいいですけど、これ夜中のこれぐらいの霧は本当怖いですからね。もうよりもっと、ま、周りも見えないし、すごいですよ。暗黒の世界になんかね突入していくような感じですね、うん、この辺はなんか晴れてきてますね、ちょっとね。とは言ってもまあね、霧はちょっと深いんで、まあこれからねちょっと安全にね運転していきたいと思います。まあね、こんな感じでちょっと安全に進んでいければなと思います。それではね、またあの次回動画企画しますので、お時間ください。ご覧いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。霧運転走行でした。